このポニーテールからたった数秒でおしゃれなお団子に変身できます。皆さんこんにちは、渡辺です。今回はこのポニーテールからたった数秒でおしゃれなお団子にする方法をご紹介します。結構ね、もうポニーテールワンパターン化しちゃって、で今からの季節ちょっと暑くなってきたりとかするんで、まあちょっとこうね、髪の毛をこう綺麗にまとめたいっていう場合ってあると思うんですね。でその場合にもうこの状態からたった数秒でできる方法になります。で使うのはこのバレッタ、もうこれだけあればこの状態から簡単にお団子にできます。で長さも今これロングヘアですけど、まあミディアムヘアでこうやってポニーテールできる方に関しては簡単にできますので、ぜひねこの方法ね絶対に使えるので、皆さんぜひ覚えておいてください。それでは早速動画をどうぞ。ではやっていきます。まずポニーテールの部分のゴムを少し下にずらして、こんな感じで、で真ん中に空洞を開けて、ちょっとねくるりんぱをしていきます。で全部もう下まで通し切らないで、ちょっとここら辺で止めます。でこの毛先余った部分をこの割れた髪の毛のこの中に入れ込んでいきます。こんな感じで、でこうやって入れていくと髪の毛中にしっかりとしまい込めるので、ちょっとねこういう風な感じでやっていってください。で綺麗にしまい込んで、慣れたらもう結構すぐできるんで、こんな感じになります。ここのこの割れてるこの部分あると思うので、この部分をしっかりとね割れないようにこう手でつまみながら調節して、先ほどのこのバレッタをここに止めていきます。でこのバレッタ大きければ大きいほど使いやすいので、ちょっとね大きめのやつを使うようにしてください。こんな感じで止めます。であとはお好みでね、この辺の部分を引き出してもいいですし、まあ引き出さなくてもこれでも全然形的には綺麗かなと思うので、でここに髪の毛入れてるので少し丸みが出てます、ここにも。なので絶壁の方だったりとかも結構バランスよく決まるかなと思います。で全体的にねこう形を整えてやっていけば、こんな感じで完成です。はい、ということでこんな感じでご紹介させていただきました。めちゃくちゃ簡単じゃないですか。ただ単純にくるりんぱをして、で通し切らないで毛先を中に入れ込んで割れてる部分にバレッタを止める、ただそれだけです。でこの辺の部分だったりとかもボリュームがちょっと出やすくなりますし、まあお好みでねここはちょっとこうほぐしたりとかしたらいいかなと思うんですけど、タイトにまとめたい方に関してはほぐさないでね、もうこのままでも全然大丈夫かなと思いますので、ちょっとねスタイルチェンジしたい時に使えるかなと思いますので、ぜひねこの方法皆さん覚えておいてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。